ステファン・クラフトはオーストリアのスキージャンプ選手である。2017年の世界選手権、個人2冠や2回のワールドカップ総合優勝を果たしている。クラフトのスキージャンプワールドカップデビューは2012年1月のビショフス法編であった。彼はワールドカップで12勝、2014、15シーズンのスキージャンプ週間で総合優勝している。個人記録は ビッケルスンで2017年に記録した253.5メートルで、これは2020-21シーズン終了時点で、同ジャンプ台のヒルレコードかつ、最長不等距離の世界記録である。ファールンの2015年、ノルディックスキー世界選手権では、男子団体ラージヒルで銀メダル、個人ノーマルヒルで銅メダルを獲得している。2016、 17シーズンは、ラハティの2017年、ノルディックスキー世界選手権では、個人2冠、混合団体では、銀メダル、男子団体ラージヒールで、銅メダルを獲得した。今シーズンから、スキージャンプワールドカップの一部として開催された、ローエアーの初代タイトルを獲得し、また、世界選手権後のワールドカップで4勝を挙げ、自身初の総合優勝を達成した。2017、 18シーズンは、前年度総合王者、世界選手権、個人2冠また、ピョンチャンプレ大会2試合で1位、2位であり、ピョンチャン五輪の金メダル有力候補と目されたが、個人ノーマルヒル13位、個人ラージヒル18位、団体戦4位であった。ピョンチャン五輪時点では、総合7位だったが、総合4位まで巻き返しシーズンを終えた。シーズンは、 序盤ややで遅れたが、ジャンプ週間から表彰台にたびたび上がるようになり、ザコパネから札幌に連戦にかけて3連勝した。世界選手権は地元開催、世界選手権個人種目前回王者ということで、期待がかかったが個人種目では、個人ラージヒル6位、個人のーマルヒルドメダル獲得にとどまった。男子団体ラージヒル、混合団体ではともに、 銀メダルを獲得した。世界選手権後は、小林良幸とローエアーのタイトルを激しく争ったが、ビケルスン個人戦で3位だったクラフトを同試合で2位に、入った小林が2.9ポイント上回り2度目のタイトル獲得はならなかった。総合2位でシーズンを終えた。2019、20シーズンは、ワールドカップで優勝5回、2位8回など、着実にポイントを重ね、 二度目の総合優勝を飾った。2020-21シーズンは、序盤に新型コロナウイルス感染症にかかり、また背中の痛みなどを抱えたため全般に不調であったが、世界選手権個人ラージヒルでは優勝を果たした。また、男子団体2位、混合団体3位のメンバーとなった。総合順位勝利個人、ありがとうございます。